いらっしゃいませ。ありがとうございました。よう、キリュウ君。ああ、これでいいんだろ。よし、さすがにこれくらいはやってくれなきゃな。で、ここが問題の杉田ビルだ。ここに占有屋が居座って。ああ、それじゃ行くぞ。ああ、お手並み拝見と行こうか。まあ見てな。この部屋らしいな。すみません、辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。立花不動産のもんですがね。立花不動産？あとこれ、つまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。ああ、汚ねえな。あなた、こんなにゴミだらけじゃ立ち退くの大変じゃないですか？立ち退く？なんだよそれ。俺は立ち退く気なんかねえぞ。そうは言ってもね、このビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだから、それをあんたがいつまでも立ち退いてくれないって困ってんですよ。民法395条。はい？あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。なんなら出るとこ出るか。堅いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そう、立ち退き料目当ての占有屋がよく言うな。なんだよ占有屋って、てめえ言いがかりつける気か。ねえ辻さん、茶番はよしませんか。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になんねえ。だったらそっちもさっさとバックに。ヤクザだから、そんな猿芝居はいらねえってんだよ。部屋に座るだけが脳のチンピラ。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手はこの立花不動産だってな。あんま調子に乗んなよ、不動産屋風情が。それじゃ要件は伝えましたよ、辻さん。
ま、最初はこんなところだろうな。ずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえか。ビジネスマナーってのはどこに忘れてきたんだ。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体あの辻って専用屋はうちの交渉相手じゃねえ。まずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな。本物の交渉相手、バックにいるヤクザか。結局向こうも金が目当てなんだからよ。お互いぶっちゃけたら。なんだこいつら。鈍いねえ、キリュウ君。本物の交渉相手だろ。おたくらが立場の不動産って人たち。あんたは？おたくらの味方ですよ。杉田ビルの専用屋に困ってるんでしょ。ええ、まあ。それ、うちが話しつけてあげるよ。なるほど。その仲介料として。話が早いね。さすがカムロ町の不動産。そうだな、700万ってところが。あのビル転売したら奥。ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんたら楽して儲けすぎでしょう。楽して儲けてんのはお互い様だろ。今時の不動産屋は濡れ手で泡だ。だからってあんたらに払う金はないよ。ただ。へえ、どうやって。もちろん力ずくでだよ。おだ、あんた。まあね。でも新入社員の初仕事。いや、仕事余計な手間かけさせやがる。その手間賃ってのはいくらだ。300万、合わせて。てめえら、こんな真似してタダで済むと思うな。その面覚えたからよ。お前らどこの組のもんだ。登場会太平一家だ。太平一家、あいつの組か。堂島組若頭補佐、阿波の弘樹。うちを敵に回したこと後悔しても遅いからな。首を洗って待ってやがれ。河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。夜によって堂島組の下っ端だったわけか。まずいとこにぶつかっちまったな。もっとも俺らが殻の一つを追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶代わりになったんじゃないの。戦友屋の辻さんよ。はい。まだそのビルに居座るつもりなら、さっきの話の続きするかい？いや、あんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻さん。いえ、めず。あ、そう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。
明日の朝までいたら今夜中に立ち。これがあんたの仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない、全部。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう、極道やるよりよっぽど楽しかったろ。俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃね。お前もしかして。そんな先のこと考えてねえ。それよりこの後は。ああ、問題の戦友屋は置いて、それが済んだら天下一度セレン。ただの小さな国。安心しな、今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の打ち上げと。案外気前がいいん。まあね。その代わり、あのじいさんマイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば会えるはず。マッハボールか。それじゃまた後。それにしても頑固ですね、山の。自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに、あれだけは。まったくだ。しかし今回は体にみっちり教え込んで。山の井さえいなくなればあのエリア一帯は。まあそうなるな。そう。てめえ。まあまあいいじゃねえ。俺は今日はもう人を殴る気分じゃねえんだ。それに俺って器が広いからよ。怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな、もう二度と俺の前に立つんじゃねえぞ。山の井さん。おい、しっかりしろ。桐生さん、お願いしていた仕事片付きましたか。ああ、そんなことより大丈夫か。病院へ行くか。いえ、大丈夫です。過ぎたビルまでよろしいですか。わかった。すみませんね、ありがとうございました。戦友屋の件も無事片付けてくれたみたいで。いや、それは別に構わん。それより大丈夫なのか。ええ、おかげさまで大した傷じゃないですよ。あ、ててしかし一体どうしたというんだ。実はうちを潰そうとしている連中が今。あんたを潰そうとしている連中、もしかして娯楽王とかなんとかいう奴らか。え、桐生さん、どうしてそれを。さっき
向かう途中で絡まれてな。山の井を消すだの殴っただの物騒なことを言っていたから、もしやと思ったんだ。そうですか。一体何なんだあの娯楽王ってのは。娯楽王、パチンコ経営を。ファイブ、今カムロ町で最も多くの娯楽王の他にも風俗王、電脳王、その圧倒的な資金力と。そんな奴らがいたのか。知らん。彼ら5人はカムロ町を5つのエリアうちに目をつけている娯楽王は、その中の一つであるこの天下一通りエリア。私も多少ですが、この辺りの有力な部。なるほどな。奴らを狙いはあんたじ。つまるところ金儲けです。現在の異常なまでの景気で、物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。彼らはゲームで。物件を駒扱いか。もちろんだが、彼らは自分たちの儲け。彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちがすでに大勢いる。私は何とかしてそれを食い止めたい。この異常な景気で日本は豊かになったように見える。だがその時カムロ町はこのまま私も長くこの町と共に生きてきた男、そのために抗ってきたんですが、さすがにこの。そう言わずにもう少し頑張れないのか。もちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返して。だがファイブビリオネアには膨大な金があるし、暴力に訴え。くそ。うん、一つだけ。なんだ桐生さん。何？あなたには奴らに対抗できる腕力も、悪い奴らを許さない正義感も、専用屋の剣も私が手に負えなかったとこ。そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば、もしかしたら。何言ってんだ、買いかぶりすぎだ。誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。私もあなた、それにこの任務は不動産の。別に失敗しても構いません。どうせ遅かれ早かれこのまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だ。しかし別に俺じゃなくても他に適任そうな奴がいるんじゃないか。なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。それに私はあなたを信頼しているんですよ。あなたが思っている以上にね。なぜだ桐生さん。あなた風間慎太郎という男を知っているね。え？あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって育ての親だ。そして堂島組の若衆として杯を。あんた誰か信頼できる人間はいないかと探す私に。立花が。ええ、くれぐれも内密にと念。ということはつまり。ええ、立花さんも。あんた風間のおやさんのことを知っているよ。昔ちょっとね。そんな風間さんを慕う昔の彼にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男にならお願いできませんか桐生さん。わかった、そこまで。ただもちろん。
一緒に遊ばない？少し付き合ってよ。楽しいこと。うん。
はあ？Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.